岡本軌道火薬庫例の青矢堂主人から再度の案内状が来たそれは4月の末で私の庭のオソザクラも散り始めた頃である帝国の午後6時までに小石川の青矢堂へ着闘すると今夜の顔ぶれはこの間の階段階とはよほど変わっていた 例によって夜食のご馳走になってそれから下座敷の広間に案内されると床の間には白いツツジがあっさりと生けてあるばかりでかの三本菓のガマ将軍はどこかへ影を潜めていた紅茶一杯をすすりおった後に主人は一座に向かって改めて挨拶した先月第1回のお集まりを願いました説は。 あいにくの雪でございましたが今晩は幸いに晴天で誠に結構でございました今晩お越しを願いました皆様のうちには前回と同じお方もありまた違ったお顔も見えておりますそこでこう申し上げると私は甚だ移り気な秋っぽい人間のようにおぼしめされるかもしれませんが私は 例の階段研究の傍らに探偵方面にも興味を持ちましてこの頃はポツポツその方面の研究にも取りかかっておりますもちろんそれも階段に縁のないわけではなくいわゆる階段と怪奇探偵団とはその間に一種の連絡があるようにも思われるのでございます私が探偵団に興味を持ち始めましたのも つまりは階段から誘い出されたような次第でありましてあながちに本来の階段を見捨てて当世流行の探偵方面に早変わりをしたというわけでもございませんからどうぞお含みおきを願いたいと存じますつきましては今晩は前回と違いまして皆様から興味の深い 探偵物語を承りたいと希望しておりますのでございますがいかがでございましょうか青矢堂騎弾が今夜は青矢堂探偵団に変わろうというのであるこの注文を突然に提出されて一座の1516人はしばらく顔を見合わせていると主人は重ねていった「もちろん」 ここにお集まりのうちに本職の人のいないのは分かっておりますから当節の言葉で言う本格の探偵物語を伺いたいと申すのではございません今晩は単に一種の探偵趣味の会合としてそういう趣味に富んだお話を聞かしてくださればよろしいので何も 人殺しとか泥棒とかいうような警察事故に限ったことではないのでございますそこでどなたからと申すよりもやはり前回の洗礼にならいまして今晩もまず星崎さんから口切りを願うわけにはまいりますまいか星崎さんは前回に聖夜人の会を語った人である名指しで引き出されて 頭をかきながらひとひざゆすり出たでは今夜もまた前座を務めますかな何分突然のことで面白いお話も思い出せないのですが私の友人に佐山君というのがおります現在はバツ抜ツ会社の支店長になって上海に勤めていますが このお話、明治37年の9月、日露戦争のさなかで、両与陥落の広報が来てから1週間ほど過ぎた後のことです。の当時はまだ2十45の青年で、北の地方の某師団所在地にある同じ会社の支店詰めであったそうで。もちろん、 その地位もまだ低い。単に一個の若い店員に過ぎなかったのです。バツ会社はその頃、その手段の御用を承って、何かの軍需品を納めていたので、戦争中は非常に忙しかったそうです。佐山君は学校を出たばかりで、 すぐにこの視点に回されてあまりに忙しいので一時は面食らってしまったがそれもだんだんに慣れてきてようよう一人前の役目がまず滞りなく務められるようになった頃にこの不思議な事件が出退したのですからそのつもりでお聞きください。 こういうい前置きをして彼はかの佐山君と火薬庫と狐とに関する一条の奇怪な物語を解き出した「療養陥落の放置は」は無論に歓喜の声をもって日本中に迎えられたが特に師団の所在地であるだけにここの気分は。 さらに一層の歓喜と誇りと思って満たされた盛大な提灯行列が3日にわたって行われて佐山君の店の人たちも疲れきってしまうほどに毎晩提灯を振って歩き続けた声の枯れるほどに万歳を叫び続けたそのおびただしい疲労の中にも会社の仕事はますます反撃を加えるばかりで 佐山君らはほとんど不眠不休というありさまで働かされたけさも朝から軍需品の材料を集めるために町から4里ほども離れている近材を自転車で駆けずり回って日の暮れるころに帰ってくるともう半道ばかりで町の入り口に行き着くというところで自転車に故障ができた田舎道をむやみに駆け通したせいであろうと思ったが にるとくんは読んどころなしにその自転車を引きずりながら歩きだしたこのころの朝夕はめっきりと秋らしくなって佐山くんがくたびれた足を引きながらたどってくる川べりにはほの白い足の穂が夕風になびいていた佐山くんは柳の木立に自転車を寄せかけて 巻を吸いつけたをいけそんなに急いで帰るにも及ぶまい。俺は今日だけでも他の人たちの三倍ぐらいも働いたのだこんな自分勝手の理屈を考えながら佐山くんは川柳の寝方に腰を下ろしてネズミ色の夕もやがだんだんに浮き出してくる川下の方をゆっくりと眺めていた川の向こうには 雑木林に深く包まれた小高い丘が黒く横たわってその丘には師団の火薬庫のあることを狭山君は知っていたそうしてその火薬庫付近の木立や草むらの奥には昼間でも狐やタヌキが時々に姿を現すということを聞いていたタバコ好きの狭山君は1本のタバコを吸ってしまって さらに第二本目のマッチをすりつけた時に釣りざおを持った一人の男が足の葉をさやさやとかき分けて出てきたふと見るとそれは向田大尉であった佐山君はほとんど毎日のように師団司令部に出入りするので管理部の向田大尉の顔をよく見知っていた「こんばんは。 佐山君は起立してうやうやしく敬礼した大尉は確かにこっちをじろりと見返ったらしかったがそのまま会釈もしないで行ってしまった佐山君は自分に奨励されなかったという不愉快よりもさらに一種の不思議を感じたこの戦時の忙しいさなかに 大尉が悠々と釣りなどをしているのもおかしいことに大尉は軍人には珍しいくらいの愛想の良い人で出入りの商人などに対してもいつも丁寧に対応するというので誰にも彼にも非常に評判の良い人であるその大尉殿が毎日のように顔を見合わせている自分に対して何の挨拶もせずに行き過ぎてしまったのは どうもおかしい。薄暗いので、もしや人違いをしたのかとも思ったが、マッチの火に映った男の顔は確かに無こうだタイにそういないと佐山君は認めた。わざと知らぬ顔をしていたのかもしれない。タイは忙しい暇を盗んで自分の好きな魚釣りに出てきた。そこを自分に認められた。 この訓告他事の際に軍人が友情らしく釣りざおなどを持ち出しているところを人に見つけられては具合が悪いので彼はわざと知らぬ顔をして行き過ぎてしまったそんなことは実際ないとも言えない佐山君は大尉が不愛想の理由をまずこう解釈してそのまま自分の店へ帰った夕飯を食う時に 佐山君は古参の購買に聞いた「向田隊は釣り?と」と彼は少し考えていたそんな話は聞かないね向田太夫は非常に勉強家で暇さえあれば家で書物と首っ引きだそうだ川端でさっき出会った話をすると 彼は急に笑い出した。それはきっと人違いだよ。太陽はこの頃非常に忙しいんだから、悠々と釣りなんぞしている暇があるものか。夜更けに家へ帰って寝るのが関の山だよ。第1あの川で何が釣れるものか？ずっと下の方へ行かなければ、何にも引っかからないことは長く、ここにいる。体位がよく知っているはずだ。 あそこらで釣りざおを振り回しているのはほんの子供さ大人がバカバカしいあんなところへ行ってのんきに餌を下ろしていられるものかそう聞くとどうも人違いであるらしい薄暗い顔たで自分は誰かを見誤ったのであろう彼が挨拶なしに行き過ぎてしまったのも無理はなかった勤勉のい義のがこの際に ミスミス釣れそうもないところで悠々ゆうゆうと糸を垂れているはずがないこう思いながらも佐山君の胸にはまだ幾分の疑いが残っていて足の間から釣りざおを持って出てきた人はどうも向田隊員に相違ないらしく思われてならなかったしかしどちらにしたところでそれが指したる大問題でもないので 佐山君はそれ以上に深く考えてみようともしなかったそれとも君は狐に化かされたのかもしれないよと芳梅はからかうようにまた笑った君も知ってるだろうがあの火薬庫の近所には狐やタヌキがたびたび出てくるんだからねこの頃はめったにそんな話は聞かないが以前は よくあの辺で狐に化かされたものがあったそうだそうかもしれない佐山くんも笑ったしかし内心はあまり面白くなかったどう考えてもかの男は向田大尉に相違いないように思われた何とかして大尉が確かにあそこで魚釣りをしていたという証拠をつかまえて自分をあざけっている芳梅どもを 降参させてやりたいようにも思ったがこの上にそんなことを考えるべく彼はあまりに疲れていた10時ごろに店の用を片づけて佐山くんは自分の下宿先へ帰った疲れている彼は寝床へ潜り込むとすぐにぐっすりと寝入ってしまったそうしてこの一夜のうちにどこでどんなことが起こっていたかを 何も知らなかった夜が明けていつものとおりに出勤するとどこで聞き出してきたのか店員たちの間にはこんな奇怪なうわさが伝えられた向田大尉がゆうべ火薬庫のそばで殺されたそうだいや大尉じゃないきつねだそうだ昨日の夕方の1畳があるので この話は人一,一倍に佐山君の耳に強く響いた彼はその事件の真相を確かめたいのと他にも店の用事があるのとで方々例よりは早く司令部へ出張すると司令部の正門からちょうど向田大医の出てくるのに出会った大医は普段よりも少し青ざめた顔をしていたが佐山君に対しては やはり丁寧に挨拶して行き過ぎた呼び止めて昨日の釣りのことを聞いてみようかとも思ったが場合が場合であるので佐山くんは遠慮しなければならなかったいずれにしても向田大尉が健在であることは疑うまでもない大尉が殺されたのではない狐が殺されたのかもしれない 大尉と狐と。その間にどういう関係があるのか佐山君はいよいよ好奇心にそそられて足早に司令部の門をくぐった店の用向きをまず済ませてしまってそれからだんだん聞いてみると大尉殿の噂は皆知っていた時節柄そんな噂を伝えると それからまたいろいろな間違いを生ずるというので司令部では固く秘密を守るように言い渡したのであるが問題が問題であるだけにその秘密が完全に防ぎきれないらしく将校たちはさすがに口をつぐんでいても兵卒すらは佐山君に皆打ち明けて話した狐が向こうだ態度のに化けたのを将兵に殺されたのさ。 佐山君はあっけに取られた二司令部の門を出ると佐山君と相前後して戸塚特務総長が出ていった特務総長とも兵糸から懇意にしているので佐山君は一緒に歩きながらまた聞いた本当ですか 火薬庫の一見は。本当です」と特務総長は真面目にうなずいた私は大尉のに化けているところも見ました狐が大尉のに化けたのですかそうであります司令部に担ぎ込んだ時には確かに大尉のであったのですそれが いつのまにかキツネに変わってしまったのです。確かにタイードのであったのですか」とサヤマ君は念合した。そうであります。私も確かに見ました。一方のタイーが無事である以上、殺されたタイードのはキツネでなければならない。しかし、それがどうしてもサヤマ君には信じられなかった。 昔話ならば格別実際においてそんな事実が決してありうべきはずがないと彼は思った戸塚特務総長はこれからその件について火薬庫まで行くというので佐山君も彼と一緒に行って現場の様子を見届け合わせて昨夜の出来事の真相を知りたいと思ってかの川べりの丘の方へ肩を並べて歩き出した で一体ゆうべの事件というのはどうしたのですか狐が態度のに化けて何かいたずらでもしたのですかそれはこういうわけですと特務総長は薄い口ひげをひねりながら重い口でポツリポツリと話し出したゆうべいや今朝の一時ごろです。 あの火薬庫の草むらの中にぼんやりと明かりの影が見えたのです。あの辺は干牧やススキが一面を覆い隠っているところで、その中から明かりが見えたかと思ううちに、一人の人間が長チンをもって火薬庫の前へ近寄ってきました。少兵がよく見ると、それは無口だ態度のでありました。少兵はむろん 尉殿の顔を知っています。ことに大尉殿は軍服を着て司令部の提灯を持っているのですから何にも疑うところはないのであるが軍隊の規律としてただ見逃すわけにもいかないので将兵は銃剣を構えて「誰か!」と声をかけたのですけれども相手は何にも返事をしない将兵は再び声をかけて 止まれと言ったのですがやはり止まらない3度目に声をかけてもやはり黙っているので将兵はもう猶予するわけにはいかなくなったのですでもみすみす向こうだ隊員だったのでしょうと佐山君は遮るように言った軍隊の規律ですからやむをえません 特務総長は厳かに答えたことに火薬庫の保証は重大の勤務であります3度まで声をかけても答えない以上それがミスミス向だ態度殿であっても売っちゃってはおかれません将兵は駆け寄ってその銃剣で一月に突き殺してしまったのですそうしてその次第を報告すると 司令部の方でも大騒ぎになって当直の将校たちもすぐに駆けつけてみると死んでいるのは確かに向田泰衣のでありましたあなたも現場へ出向かれたのですかと佐山君は口を入れたいや私は行きませんでしたしかしその死体を運び込んでくるのは見ましたのは、 軍服を着て、顔の上に軍帽が載せてありました。そこでまずタイードノの自宅へ通知すると、タイードノはちゃんと自宅に寝ているのです。タイードノが無事に生きているというのを聞いて、みんなもまた驚いて、再びその死体を改めると、それはどうしてもタイードノに相違ないのです。そうして。 確かに大尉殿の軍服と軍棒をつけているのですただ体験だけはなかったのですそのうちに本当の大尉のが司令部に出てきて自分でもあきれている始末ですこの奇械な出来事の説明を聞かされながら佐山君は明るい秋の日の下を歩いているのであった大空は青々と澄み切って 火薬庫のの秘密を包んだ雑木林の丘は、砂のように白く流れていく雲の下に青黒く沈んでいた独務総長は一息ついてまた語り出した「何しろ大意の服装をした人間が火薬庫の付近を徘徊していたのは事実でしかも今は戦時であるから問題はいよいよ重大になったのであります」 でその怪しい死体を一室に担ぎ込んで今井副官殿と安村忠偉殿と本人の向田泰偉殿とが厳重に張り晩してともかくも夜の明けるのを待っていたのですすると不思議なことには夜がだんだんしらんでくるとその死体がいつの間にか狐に変わってしまったのです 軍服はやはりそのままで軍棒を乗せられていた人間の顔が狐になっているのです靴はどうなったのか分かりません彼が持っていたという司令部の提灯も普通の白はりの提灯に変わっているのですこれにはみんなもまた驚かされて大勢の人たちを呼び集めて立ち合いの上でよく検査すると 彼はどうしても人間でない、確かにフルキツネであるということが分かったのです。そのキツネは私も見ました。由来、火薬庫の付近にはフルキツネがたくさん住んでいると伝えられているのですが、そのキツネが何かのいたずらをするつもりで、かえって哨兵に突き殺されたのだろうというのです。 あまり機械な話で我々にはほとんど信じられないことですが何を言うにも論より証拠でそこに1匹の狐の死体が横たわっているのであるからしかたがないどう考えても不思議なことであります実に不思議ですと佐山くんもため息をついたゆうべ会った魚釣りの人も やはりその狐ではなかったかとも思われた戸塚特務総長が平素から非常に真面目な人物であることを佐山君はよく知っていた口では信じられないと言いながらも特務総長は目の当たりに見せつけられたこの不思議をあくまでも不思議の出来事として素直に承認するよりほかはないらしかった話はこれでひとまず途切れて 二人は黙って丘の裾まで行き着いたススキやカヤが一面に生い茂っている中にただ一筋の細い道が蛇のようにうねっているのを二人はやはり黙って登っていった頭の上からは枯れた木の葉が時々ひらひらと落ちてきた「太医のに化けたキツネが殺されたのはこの辺だそうです」。 特務総長は指差して教えた。それは火薬庫の門前で枯れたススキが大勢の足跡に踏みにじられて倒れているほかには何にも新しい発見はなさそうであった特務総長に別れて帰る途中も佐山君はこの奇怪な事件の解決に苦しんでいた。 どう考えてもそんな不思議がこの世の中にあるべきはずがなかったしかしどこの国でも戦争などの際にはとかくいろいろの不思議が伝えられるもので現に戦死者の魂が我が家に戻ってきたというような話がこの町でも幾度か伝えられているこうした場合にはキツネが人間に化けたというような信じがたい話も案外 何らの故障なしに初任に受け入れられるものである佐山君が店へ帰ってそれを報告すると「平素は何かにつけて孤くつを言いたがる人たちまでがただ不思議そうにその話を聞いているばかりで正面からそれを言い破ろうとするものもなかったいかに秘密を守ろうとしてもこういうことは自然に漏れやすいもので」。 火薬庫の門前に起こった機械の出来事のうわさはそれからそれへと町じゅうに広がったそれにはまたいろいろの尾ひれを添えて言いふらすものもあるので師団の方ではこの際あらぬうわさを伝えられていよいよ初任の疑惑を深くするのを懸念したのであろう町の新聞記者らを呼び集めてその事件の顛末を一切発表した それは佐山君が戸塚特務総長から聞かされたものとほとんど大同章儀であった初新聞はその記事を大きく書いて「大儀に化けた」というその狐の写真までも掲載したのでその噂に再び花が咲いたそれと同時にまた一種の噂が伝えられた向田大儀は本当に死んだらしいというのである 狐が殺されたのではなく向田大尉が殺されたのである現にその事件の翌夜大尉の自宅から白木のひをこっそりと運び出したのを見たものがあるというのであるしかし佐山君はすぐにその噂を否認した狐が殺されたという翌朝自分は司令部の門前で確かに向田大尉と顔を見合わせて いつものとおりにあいさつまでも交換したのであるから大尉が死んでしまったはずは断じてないと佐山くんはあくまでも主張しているとあたかもそれを裏書きするようにまた新しいうわさが聞こえた大尉の家から出たのは人間の葬式ではないかの古きつねの死骸を葬ったのである畜生とはいえ 仮にも自分の形を見せたものの死骸を野にさらすに忍びないというので向田隊議はその狐の死骸を引き取ってきて近所の寺に葬ったというのであったそうだきっとそうだと佐山君は言ったしかしここに一つの不信はその後に司令部に出入りする者が かつて向田大尉の姿を見かけないことであった。大尉は病気で引きこもっているのだと司令部の人たちは説明していたが何分にも本人の姿が見えないということが初任の疑いの種になって大尉の葬式か狐の葬式かその疑問は容易に解決しなかったある時佐山君が支店長に向かって 太尉殿は確かに生きていると主張すると支店長は意味ありげに苦笑いをしていたそしてこんなことを言ったきのそのうちに10月ももう半ばになって釈迦廻戦の新しい候補が発表された。 町の人たちの注意は皆その方に集められて狐の噂などは自然に消えてしまったここは冬が早いので火薬庫付近の草むらもだんだんに枯れ尽くした釈迦海線の続報は大抵発表されてしまって世間ではさらに新しい戦法を待ち受けている頃に向田大尉は 突然この師団を立ち去るといううわさがまた聞こえたこれで大尉が無事に生きている証拠は上がったが他に転任するともいいあるいは戦地に出征するともいいそのうわさがまちまちであった佐山君の視点ではこれまで商売上のことで向田大尉には特別の世話になっていたことに平素から評判のよかった人だけに 突然ここを立ち去ると聞いて誰も彼も今さら名残惜しいように思った支店長は相当の選別を持って向田隊員の自宅を訪ねたそして無論司令部からも手伝いの者が来るであろうが出発前に何かの用事があれば遠慮なく言いつけてくれと言いおいて帰ったその翌日 支店長の命令で佐山君と他に一人の店員が大尉の家へ顔を出すと家中はほとんどもうきれいに片付いていた大尉はサイ君と女中との3人暮らしで別に大した荷物もないらしかった「いやあわざわざご苦労」何「何こんな小さな家だから」 何にも片づけるほどの家財もない大尉は笑いながら2人を茶の間に通した全体がいつまばかりで家じゅうがほとんど見通しという狭い家の座敷にはそれでも小ずすみの荷物や大きいかばんや軍用氷などがいっぱいに置き並べてあった皆さんにもせっかくおなじみになりましたのに。 急にこんなことになりましてと崔くんは自分で茶や菓子などを運んできた崔くんの暗い顔が佐山くんの注意を引いたもう一つ彼の目についたのは茶の間の仏壇に新しい白木の位牌の見えたことであった仏壇の戸は開かれて線香のにおいがかすかに流れていた どこへ転任するのか、あるいは戦地へ出征するのかそれについては大尉も崔君も一切語らなかった佐山君たちも遠慮して何にも聞かなかった混雑の際に邪魔をするのも悪いと思って2人は早々に糸まごいをしたそうしますと別にご用はございませんかしら ないない、と大尉は笑いながら首を振った支店長にもどうぞよろしくはいいずれお見送りに出ます2人は店へ帰ってその通りを報告すると支店長は黙ってうなずいていたしかし彼の顔色もなんだか曇っているように見えた 太尉がここを立ち去るのはあまりいい意味ではないらしいと佐山くんはひそかに想像していたそれから3日目の容疑者で向田太尉の一家族はいよいよここを出発することになった太尉は出発の時刻を秘密にしていたのであるがどこで聞き伝えたのか見送りの人はなかなか多かった その汽車の出ていくのを見送って支店長は思わずため息をついたいい人だっけがなあそれから半月ほどたって向田隊議から支店長に宛てた郵便が到着した城袋には単に向田とばかりでその住所番地は書いてなかったが消し印が東京であることだけは確かに分かった くんはその郵便物を支店長の部屋へ持っていくと彼は待ちかねたようにそれを受け取った向だ態度のは東京へ行ったのですかと佐山くんは聞いたそうだと支店長は気の毒に言った今だから言うがあの人は辞めたんだよ なぜです。悪い弟を持ったんでね支店長はいよいよ気の毒そうな顔をしていたがその以上の説明は何にも与えてくれなかった向田大尉あの勤勉な向田大尉は軍国他事の際に職を辞めたのである佐山君も。 なんだか暗い心持ちになって黙って支店長の前を退いたお話はまずこれぎりですと星崎さんは言った佐山君もその以上のことは実際何にも知らないそうですしかし 店長のただ一悪い弟を持ったそれからだんだん推測するとこの事件の秘密もおぼろげながら分かってくるように思われます向田隊員には弟があるそれがよくない人間でどこからか隊員のところへふらりと訪ねてきた 佐山君が川べりで夕方出会った男は、おそらく本人の大意でなく、その弟であったろうと思われます。兄弟であるから、顔つきもよく似ている。ことに夕方のことですから、佐山君が見違えたのかもしれません。いや、佐山君ばかりでなく、火薬庫の将兵も司令部の人たちも、 一旦は見誤ったのでしょうしてみると狐が大いに化けたのではなく弟が大いに化けたのらしいその弟がなぜまた夜更けに火薬庫の付近を徘徊していたのかそれはよくわかりませんそれが戦争中であるのと本人がよくない人間であるのと その2つを結び合わせて考えれば大抵は想像がつくように思われます。弟が突き殺されてしまったところへ兄の大尉が駆けつけてきて一切の事情が明白になった結果大尉の同情者の計らいでその主体がいつの間にか狐に変わって何事も狐の仕業。 ということになったらしい大尉の家からこっそり運び出された白木の棺も仏壇に祀られていた新しい位牌も全てその秘密を語っているではありますまいかこうしてまず世間を繕っておいて大尉も弟の罪を引き受けて職を投げ売った。 いや、これはみんな私の想像ですから、嘘か本当かもちろん補償はできません。向田大尉のためには、やはり狐が化けたことにしておいた方がいいかもしれません。狐が化けたのなら議論はない。人間が化けたとなると、いろいろ。 面倒になりますからね。